うん、なんかネットつけられてるそこが気になった。種が落ちないようにかな。ひまわりにネットついてます。いい声で泣いてますわ。かわしい。やつ。今から横浜スタジアムに行って応援しに行きます。今日は巨人の、ユニフォームで行きたいと思います。あ、これ俺じゃない投げつけられた。今日はすいません、あ、阪神ファンですけど、静かに。だけど今日は巨人のユニフォーム着て応援したいと思います。ええのって言ってみんなに、え、大丈夫って言われてます。違うね、アイキはもうこその球場で楽しむタイプの人間だと思ってください。みんな怒らないでくださいなんか見て、日の丸ある。じゃーん、横浜スタジアムに来ました。今日もですね、昨日に引き続き日頃より熱いご声援をいただいている。2番装備やな、完全装備。そして動画やで。ぬぬぬって顔してますけど、あのトルティーヤっていう食べ物で、なんか私初めて食べたから、あれ思ってたのちゃうんと思っているような、そんな顔をしてますね。はい、でシューマイいただきます。このシューマイ美味しいね、買ったましてかまら行きましや。このね、あのシューマイ食べる前、あの実はね、ここ来る前に中華街寄って小籠包食べてるんです私。あらもう食べ過ぎということで、これね焼き鳥です。私の大好きな焼き鳥、ヤッホーと思って食べて、美味しい、生きてる生きてると。で枝豆食べながらチューハイで流し込むということでね。今日の総合カロリーほんまに半端ないけど、汗かいてるから関係ない、もう大丈夫、 OK。 変化球だそういう時もありますわ。ありがとうございます。やっぱり球場といったらビールですよね。このビールなんかね、地ビールみたいな感じで美味しかったです。なんか珍しい、なんかお花の味、お花の味もちょっとちゃうな、なんかめっちゃ美味しかったです、まあ、美味しかった。ちょいと2試合連発、よくやりましたありがとうございます。ふれないね、ないね、ないね、ふれ、はいはいはい、頑張ってほんで、はい、これ風呂か。この最高の雰囲気でビール何杯でも飲めちゃいますよね。ちょっとずつ飲んでね、もったいないからちょっとずつ、もったいない。いやだってルイに誰かおるなんて分かれへん。素人で素人とか言うのやめとけって言ってる。なんでそれ決定的に嫌がる。素人って言われるの嫌や。素人は笑ってるけど、笑ってるけど素人って言われるの嫌や。まあ2点入れてますわ。うわ、なんか皆さんは野球はどこのファンですか？まあ私はまあ阪神ですけど、でもね、やっぱこういう球場で飲んで食べるっていうのが楽しみの一つなので、まあね、この雰囲気を楽しんでます。はい、あー、ちょっと酔っ払ってきてますね、この顔。やったようやったブンブンやん。今日の控えめなんかい、あの最初のとこしか知らんねん。イエーイ、バタイ。
てんのにな。なんか揺れてる揺れてる。すごい揺れてる。めっちゃ綺麗。なんか。すごい。10杯にします。3杯目でーす。残さずね、全部食べるっていうのはあやきのモットーなんでね、全部食べて全部飲んでいきたいと思います。ブリコスナでね、もう最後の終盤になってきて、もう勝てるんじゃないかっていう余裕の表情ですね。頑張れ頑張れっていう感じなんですけど、私今ちょっと片手運転なんでね、片手パチパチですみません、失礼いたします。勝ちましたね。どうですか、嬉しいですか。嬉しいですか。嬉しい。ということで、横浜スタジアムの応援行ってきました。皆さんいかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバーイ。